相変わらず浚渫船頑張ってるね。浚渫の影響で水にもかなり濁りが入ってます。今日は私はこの辺で竿を出してみることにします。練りを使って今日も何かを狙ってみることにします。それではまずコマセとしてこの海用の配合液に川用の練り液を混ぜたもの、それにさらに砂とか砂利とかを混ぜたものね、これをコマセとして釣りの前に撒いておくことにしましょう。竿は今期から導入したこの日清のハエ竿ルシード稲穂 5m40 を使います。なんかね、餌を食ってる形跡が全くありませんね。まあ釣り始めてまだ10分も経ってないからね、しょうがないですよ、こんなもんです。お、なんだ、声がするぞ。おー、コニャゴラがやってきました。コニャゴラだよ、こんにちは。じゃあよ、ご飯やるからよ。じゃあよ、今日もよ、このほらでっかい極うま、これをよ開けてやるからよ、待っててね。じゃあよ、ほらここ開けてやるからよ、ほら、おい、お、今度はニャーゴラが来た。おー、ニャーゴラ君も来たね。ほいじゃよ、ニャーゴラにもご飯あげるからよ。ああ、すいません、なんか、ああ、またなんかおいただいちゃいました。あ、またね、なんかね、釣りをしてたらね、また、ああ、芋じゃちゅ、ああ、かっきりしてます。いや、すいません、またまたお酒の差し入れをいただいちゃいました。ありがとうございます。じゃあ遠慮なくいただきます。どうも。おー、もう一匹の虎猫来ました。ああ、やっぱこいつの方がちょっと小さいな、体がな、こいつより、こいつが一番でかい、一番大食いなの、こいつな。でも今日はね、この親猫のニャゴラにね、くっついてんだよ、こいつ。なんか、そう、午前中来た時もそんな感じでした、ね。うん、今日はね、くっついてない時もあるんだけど、今日はくっついて。絶対怒られるんですよ、ね。そう、絶対怒られるんだよ、これ。怒られるのにくっついてるの。よくわかんないやつ。いや、もうニャゴラと同じくらいの大きさになったもんな、こいつ。一番危険なのはこのニャゴラの方。ほら、俺と。ほら、じゃあよ。え、どれがどれだ、こいつは、こいつが、そいつになれてる、こいつがない、こいつが、こいつが、お前食ってないんだ、お前してない、あ、うちだらけ、ほら、お前もやるよ、ほら、ほら見てください、これね、ほら、ニャゴラとの流血戦、もう本当にニャゴラ、何がニャだっつんだ、お前見ろこれよ、ほらこんななっちゃったんだぞ、ニャゴラが猫パンチするから、うわー、もう血だらけ、この野郎。
この野郎、うわー、やりやがったなこの野郎。おー、頂上バトルが出た。うっしゃー、おっしゃー、ほー、釣れました、釣れました。ほら、俺はね、及川だな、及川だと思う。ほら、やっぱり及川、まあまあの方だね。はい、及川が釣れました。あ、ようやく釣れたよ。さあ、電球機にしますね。電球機で粘っちゃいます、今日はね。お、早速なんか当たりが出てんじゃん。お、何か及川か。ほら、当たりが、そら合わせ、うわ、釣れた釣れた、おお、釣れたよ、早速釣れたよ。及川だなこれ、違う。ほら、なんか結構いい方だけど、これは早か、なんだろう、微妙なサイズの早が釣れました。そうしたらほら、こにゃごらが電球機いじくってるし、にゃごらも来たし、じゃあほら、これにゃごらにやるから、ほら、ほい。あ、なんか釣れた釣れた、なんか釣れました。なんだ、ほーら、おー、及川かな。はい、及川が釣れました。あー、釣れた釣れた、釣れました釣れました。あー、またね、ほら、微妙なサイズのハヤだよ。ハヤが釣れちゃいました。現在20時40分、かれこれ1時間以上当たりが全然ありません。さみー、もう嫌になりました。今日はこれにて帰りましょう。はい、今回持ち帰った釣果はこのように及川が3匹のみ。あれだけ粘ったのにね、こんなしょぼい釣果です。暗くなってからは微妙なサイズのハヤも釣れたのですが、それらはすべてコニャゴラにあげてしまいました。それでは今回はこの釣果を剣探隊が保有する最強の生物兵器、こやつの餌食にしてやろうじゃないか。もうこれ以上説明の必要はあるまい。ではまずこやつらの鱗を落として、続いて背開きにして、そしてここについている腹綿を取り除く。流水できれいに洗って、食いやすいように調理バサミで背骨は取り去ってしまおう。はい、これで及川の準備ができました。あとはこやつをこの生物兵器の中に漬け込むだけだが、もちろん漬け込むためにはこの生物兵器の蓋を取らねばならぬ。この蓋を取る時の注意点はただ一つ、中の臭気を吸わぬようにすることだ。何しろうんこの匂いだからな。では息を思いっきり吸って、はい、そこで息を止めて、
この臭や汁は思いっきりうんこの匂いがします。これはねマジですよ。それでねこう魚を入れたらまたこのようにね元のように蓋をしてそして数時間漬け込むんですけど、この時ねあまり漬け込みすぎるとね魚の身が溶けちゃうんですよ。とにかく臭や汁っていうのはものすごいんですよ。今回は魚が小さいからそうだな、まあ4時間ぐらいにしときますかね。それ以上漬けちゃうとちょっとやばいかも。漬けさんやもういいでしょということで取り出してみるか。よし蓋を取ったぞ。じゃあ手を突っ込め。うっかー出たー、これだ。そうしたらこれを流水で軽く洗います。まあこんなもんでいいかな。網に並べてこのように天日干しします。が、あー神よ天日はどこへ行った。まあいっか。はい、日中一日干しましたけど、今日はね、太陽が全然出てない上に、午後からは小雨がぱらつきました。ちょっとやばかったですよ。やっぱりね、干物っていうのは、この草や干物に限らずですけど、太陽が出ていて、こう、天日干しがうまくいかないと美味しくならないんですよね。でもね、そんなこと言っとってさ、もうこうなっちゃったんだからしょうがないよね。ではこれを焼いて食ってみることにしましょう。はい、できましたー。ほらね、見た目はうまそうでしょ。でも臭いんだよ。それでは早速食ってみましょう。これだよ、これを手でいきますね。ほら、及川の干物はほらこうね、皮目がすごく綺麗ね。裏側もこう焼けてますね。じゃあね、ガブッといきます。いきます。うん、うまい。今日はねちょっとね干し方がやばいかなと思ったけど、まあそんなにふにゃふにゃにはなってないな。うん、まあまあの出来ですよ。ではもうちょっといきますか。うん、やっぱねいい味が出てますよ。草屋っていうのはね臭いけどその代わり美味しい。まあ臭いのと美味しいので差し引きゼロって感じですか。ではお酒の時間かな。今日もまたほらいただいちゃいましたよ、赤霧島。じゃあ早速ねこれをロックでいきますか。ではいきましょう。こりゃうまい。やっぱ芋焼酎だぜ。この及川もねなかなか淡白な魚だから草や干物には非常によく合いますね。まだ2匹あるからね、臭い晩酌まだまだ続きます。でまるで山小屋のトイレで晩酌してるみたい。まあいいんだか悪いんだか。